回は、うん、クイズハロプロを企画が超面白かったので、はい、知らない。じゃあ私が勝ったら、はい、サインください。ずるいですって。じゃあ、はい、どうしよう。でもやっぱ小川さんのこういうエピソード聞けるって思ったら、オタクの方が出ちゃう。そうなんですよ。ゲームに勝ちたいよりも、ゲームにも勝ちたいんですけど、はいはいはい、ゲーム。じゃあ2000年代モーニング娘。2を言っていいですか。あ、はい、私勝てる可能性あります。モーニング娘。2ですね。はい、はい、モーニング娘。16枚目のシングル「ここにいるぜ」のミュージックビデオにて、はい、世界中の名所の大きな張り紙をメンバーたちが破って出てくるシーンが、はいはい、とても印象的なのですが、はいはい、最後パリのエトワール凱旋門から出てきたのはねえカゴさんですが、カゴさんが食べていたものとは何でしょう。はい、え、はよ、あ、小川さん、はい、フランスパン正解。やったな流れが乗ってきたよ。選択権がございます。え、じゃあ、私分かる、はい、え、でもプッチモニにしようかな。じゃあ2000年代プッチモニ、2000年代プッチモニの問題いきます。これ分かるか分からないか。プッチモニのデビュー曲は皆さんご存知チョコストラブですが、では両 A 面仕様となったセカンドシングルとは何でしょう。2曲お答えください。どうぞ。両 A 面早い、早い。両 A 面、両 A 面なんてあった。ダブル A 面でした。ベ、ダブル A 面。ベ、ベ、それ、ベ、あ、ベじゃないか。それす、もっと。あ、ベは三枚目ですね。三枚目か。はい、え、それはさ、待って、はい。あ、ちょっとヒントが大きすぎましたね。こうやってやったんですけど、両方だから、これはそうか、そうか。両方だからね。ヒントが大きい。待って、両方だ。両方そうですね、2曲、2曲答えていただきます。両方答えてください。両方ダメ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 。あの人、あの人部屋から出しちゃったの。困ってるのが見たいんだから。部屋から出して。あれでしょ、青春の 1,2,3 でしょ。え、もう一度いいですか。はい、ちょっと正式にじゃあしっかりお願いします。2曲、どうぞ。青春の…青春は、うん、青春あ、え、そんな名前だしょ。ワン、ツー、スリーでしょ。大好きのやつでしょ。恋愛のやつ。これ今デカミサイのヒントを出してる可能性ありますからね。今、はい、え、なあ、ワン、ツー、スリーだよね。タイトルってなんだっけ。あ、あの子青春のワン、ツー、スリーじゃないの。違うの。バイ成功大成功と、バイセコ大成功と、正式にいきましょう。正式にいきましょう。待って待って待って青春、ん、青春、触れてます今。青春あっ、あっ、あっ、青春時代ワンツースリーだ。正解だ。やったー。不正が、今不正が、今不正が行われました。今不正が、だって何も顔動かしてないもん。何も顔動かしてないですよ。今不正が行われてると同時に小川さんにめっちゃ腕握られてる。ずるいんですけど。ずるいんですけど。何ですか、何ですか。そんなことなかった。ああ、イエーイ。青春時代は大成功、大成功ですね。しかもまだ小川さんが選べますから。小川さん問題の選択権ございます。どうぞ。2000年代シャッフルユニット。2000年代シャッフルユニットの問題いきます。2000年代ハロープロジェクトシャッフルユニットは、幸せがテーマとなっております。はい、で踊るイレブン、セクシーエイト、あと一つがハッピーセブンですが、踊るイレブンに所属していたカントリー娘リンネの出身地とはどこでしょう。え、小川さん。北海道です。正解。うわあ、これ早押しの問題だったな。これなんか引っ掛けかと一瞬思っちゃった。実はこれだけど北海道吉武さんが実は青森みたいな。それかと思いましたよね。実は北海道じゃないって。あれ、カントリー娘だよな。なんて行けばよかったな。イエーイ、やばいやばい。じゃあ次は同点だ、同点。大事な問題もありますからね。なるほど。ちょっとね、答えやすいのもあるはずなので、全部引っ掛けと思わない方がいい、ね。はい、そうですね。シンプル問題もありますので。わ、どうしようかな。はい、小川さん選択権ございます。なんです。どうしよう。所属してる。そう、確かに時がいいですよね。WU も多分
まだいたからな。でも松浦さんもいいっすね。ミクちゃんも、あ、待って、ドリームモーニング娘あるじゃん。お、あ、じゃあ私ドリームモーニング娘、ドリームモーニング娘、はい、ドリームモーニング娘にしよう。2010年の、私答えたいな。もうもう始まってるはずなんで、オタクは。ドリームモーニング娘は自分がいたから、はい、そうですよね。はい、答えられるはず。はい、じゃあ2010年代ドリームモーニング娘の問題いきます、はい、2012年3月10日に武道館で開催された、うん、ドリームモーニング娘スペシャルライブ2012日本武道館第1章終幕、勇者たち集合せよのグッズで販売されたタオルの色は何色でしょうか。え、待って、私お金なくて行けなかったけど、情報だけ超見てたんでグッズだけ見ました。はい、グッズ情報だけ見ました。私グッズはもらってるはずなんですよ。自分が出てるから、お持ちの可能性あります。じゃあデカミさん行きましょう。え、そのなんかドリームモーニング娘の勇者だから、はい、なんかこう女神っぽい感じだったんですよ結構。あ、こうデザインテーマが、そう、はいはいはい。あ、え、なんかこう思い出す気がする。何色って言ったら、なんか黄金みたいな、なんかじゃなかったでしたっけ。え、違くない。え、え、そんな色じゃなかった気がする。タオル何色って言ったら、タオル、いや、黄金の色じゃないです。黄金じゃないと、あ、やべえ、言っちゃった。違うよね、でもそんな感じがする。白地に黄金ロゴだったイメージ。白地に黄金、違います。あ、小川さんいきますか。はい、はい、多分黒地じゃない。黒地に、はい、黒地にピンク、違います。え、これ実はこう、沈宅さんからの問題になってまして、はい、お、何、今日持ってきた、はい、持ってんの、行ったんですか、ドリーム。行きましたよ、もちろん。ちょうどあのナッチがもしかしたら結婚するんじゃないかって勝手に思ってた時期で、はい、そっか、ライブにね。え、じゃあ正解を、じゃあ正解を、じゃあ実物をこちらです、どうぞ。正解はこちら、茶色でした。あ、抹茶色でした。そんなだったの。あ、でも、はい、このなんかこんなだったっけ、はい、このなんか額縁みたいなデザインの、覚えてます。なんか、なんか絵画とか、なんだっけ、そういうイメージだったんですよ。なるほど、全然黄金系かと思っちゃった。はい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 、全然記憶にございません。なんで茶色なんだろうって。なんで茶色なんだろう。、ね、あんまりないですね、アイドルのグッズで茶色ってね。なんでやっぱりちょっと OG だったからかな。OG だったから、落ち着きでそんな思いが。うわー、悔しい。そういうのがね、そういう、懐かしい。タオルの色は茶色でした。なるほど、じゃあちょっと負けたから、はい、あ、でもお互いが、はい、もう一回じゃんけんいきましょう。いきましょう、はい、最初はグッ、じゃんけんぽい、よっしゃ。2020年代お茶の間でお願いします。大人げないよ、ちょっと大人げない。よし、はい、では2020年代お茶の間の問題いきます。最年少メンバー筒井ロコさんの座右の銘は、世界一楽しんだと思えれば優勝ですが、こちらの言葉はあるハロープロジェクトの先輩メンバーの残した言葉となっております。この言葉を残した先輩メンバーとは誰でしょう。意外に難しい。でもロコちゃんが憧れてる先輩が、そうです、そういう推理から見ていただければ。全然推理も何もできない。え、でもロコちゃんって多分親が、うん、あのハロプロ好きで入ってきてる感じなんですよ。親の影響でハロプロ好きになって入ってるみたいなことをなんかで言ってたんで、誰が好きだったの。全然小川さん世代の可能性あります。お母さんが好きだとしても、お母さんが好きだったメンバーより多分下の子がきっと好きじゃない。それを親からこれいい言葉だぞって口ずっぽく言われたから。そんな伝統的なこと、そんな伝統的な言葉なのそれ。そうそう、そうそう。もう一回言葉言いますか、はい、座右の銘が世界一楽しんだと思えれば優勝。優勝とか言いそうな人ってことですよね。そういうことですね。でもなんか私が在籍した時の人じゃない気がする。行った時じゃない人じゃないから。沈宅ヒントタイムください。沈宅ヒントタイムいきます。いいですよ。沈宅ジェスチャーヒント。ジェスチャー、じゃあそのメンバーの、これやるとでも分かっちゃうかもしれないですけど、そのメンバーの、手の振り方。はい、デカミさん今ので分かった。いきましょう、宮本かりんちゃん。正解。正解。すごい。もう全然入っていけないし。確かに、かりんちゃんって手こうやって振るんですよ。元ジュースジュースの宮本かりんちゃん、ね、分かんない、はい、だからその
私たちの世代よりも下じゃないって言ったのはめちゃくちゃ嬉しいなんですよ。それは多分そうなんだろうなと思った、はい、優勝とか言わせた、優勝とかね、かそういうワードがやっぱりちょっと若い感じがしましたので、かりんちゃんから来てたんだ、はい、そうなんですよ。じゃあデカミさんですかね、ちょっと流れが変わってしまった流れが、はい、でも絶妙だな、絶妙だな。いやでもちょっと小川さんにもせっかく来ていただいてるんで、そうですよ、仲間に入れてよ。そうですよ、ね、仲間に入れて。あ、2020年代ハロプロ研修生で2020年代ハロプロ研修生、ね、だからさ、さっきの問題難かったんで、いやいやいや、絶対さ、2020年代ハロプロ研修生の問題いきます。お笑い好きが高じてアイドル活動とは全く関係ないところで一個人として女性芸人ナンバーワン決定戦 THEW に出場したハロプロ研修生とは誰でしょう。はい、手紙さん、松原ゆりや。正解、はい、ありがとうございますちなみにその時に披露したネタが小4アイドルが驚いたことをザ・ピースをブリッジに使いながらフリップで披露するんですが、めっちゃちゃんとしてる、はい、ただ300人規模の会場で A4 のフリップ用意したって誰も見えなかったかわいい、かわいいエピソードが残ってますね。ゆりやかわいい、はい、そうなの、すごい、はい、マジで、はい、すごいね。さあちょっとデカミさんが無理だよ、大人げない感じで大人げなく、はい、行きましょう。ダメだよ、仲間入れて。まあ、でもちょっと余裕出てきたんで、はいはいはい、これでなるほど。わあ、どうしようかな。2000年代 WU さんとか、私あのただの子供のファンではあったんですけど、今実は事務所があの辻さんと一緒なので、あ、なるほど、ちょっと間違えるとまずい。そうですよ、先輩、はい、先輩をあえて果敢に挑んでいくじゃあよろしいですか、はい、2000年代 WU の問題いきます。WU のお二人がモーニング娘。卒業コンサートともなったハロープロジェクト2004サマー夏のドーンの卒業セレモニーで二人が着用していた衣装の色は何色でしょうか。それ私いるんだろうな。はい、小川さんがもういらっしゃいます。え、同じ色ってことですか。二人でそれぞれ着てるイメージだったけど、あ、あ、出てきそう、出てきそう。俺も見えてきそう。いろんなライブの光景が今2004年夏のハロコンですね。あれ、私に出てきてるこの映像はいつのですか。見えてないんで分かんない見えてないんで分かんないこれは私のこの頭の中のこの2人はいつの2人ですか。いつの WU が見えてる、これ私に、はい、2人とも同じ色じゃない記憶はこれいつですか。でもちょっと当てずっぽうでいこうかな。あれ、先陣を切りますか、はい、手紙さん、どうぞ。卒コンってやっぱ旅立ち感あるんで、はい、白。ベベ、あー、もう違うんだ。でもそうか、そういうことで言ったら2人同じ色着てますね、それ。じゃあね、名探偵がいます、ね、名探偵小川誠さんです。だったら、はい、水色。違います。あ、柳さんもね、覚えてます。え、2人違う。いいですか、ヒントいいですか。じゃあごめんなさい、もう1回ずつ回答権あるとして、はい、ヒントいきますね。全員同じ色の衣装着てます。モーニング娘。全員同じ色の衣装着てます。で、2004年の夏のハロコン、夏のドーンですね。なんか卒業シングルがどれかとか考えたら、うん、はいはいはい、かしましだよ、かしまし。あー、でも色わかんない。かしましでしょ、全員同じ色、はい、ただそのシングルというよりもやっぱりコンサートの衣装という点で考えていただいたらちょっとつながっていく。あ、デカミさん、これもハロプロさんがよく着る色、シルバー。違います。あ、じゃあ回答権小川さんいきましょう。赤。正解。すげー、嬉しい。やったー、赤だ、はい、赤だね。これは小川さんも着てらっしゃいますね。着てましたね、はい、着てます。全員で同じ色だったら赤だったかもって思った。はい、正解です。じゃあ小川さん、洗濯機いきましょう。いいの、まだいきますか。まだ大丈夫ですかね。ちょ、待ってだとしたら、じゃあ、はい、ソロの人たちにもフォーカスしましょうね。そうしたら2000年代、はい、あ、じゃあ松浦あややにしよう。はい、では2000年代松浦あややさんの問題いきます。誰もが知る彼女のニックネームあややですが、はい、このニックネームを命名したハロープロジェクトの先輩といえば誰。はい、はい、小川さん。飯田香織。正解。うわー、早い。それは知ってる。やっぱ当時の話早い。そう、飯田さんがそう言ってた。あ、
はい、これアイドルを探せという番組の中で、その飯田さんが松浦彩さんのマネージャーをするっていう企画がありまして、あ、そうなんだ。はい、あだ名をつけましょうということで、あややという名前がつきましたね。あ、はい、やった、ちょっと待って、 あれ追い越されてません？私越されてる、私追い越してる。あ、今5対 5?1、2、3。あ、はい、5対5だ。あ、じゃあ次取った方ってこと。いい勝負ですね。次取った方、次でおしまい。あと何問？ラスト、ラストの1問。え、じゃあやっぱスペシャル、え、行きます、スペシャル行くの？じゃあスペシャル行きますか。何が出るか分かんないやつ。確かにそうですね、はい、じゃあスペシャルで、お互いにとって一番フェアかもしれない。はい、ではラスト1問、はい、スペシャル問題参ります。モーニング娘。時代からベーグルが大好きで、約20年で6000食を超えるベーグルを食べているぐらい無類のベーグル好きで知られる小川誠さんですが、インスタグラムで一番最後に投稿されているベーグルはどこの何ベーグルでしょう。でも絶対わかるはずですよね。ちょっと待ってくれよ、どこのベーグル屋さんって食べ過ぎちゃって20年間で6000食食べますから、一番最後の最新に投稿されてる、最新ですね、パン屋さんは多分わかる、わかるけど、はい、私が最後に載せたのはちょっと前なんですよ。はいはいはい、ちょっと前でしたね。少し前なんですね。そうなんですよ、うんうん、そう、そろそろそんなにあれだったんです、ね、そう、そろそろ載せなきゃなって今思ってたの、ベーグルをね。一番マックス空いてる時期ですね。そう、そろそろベーグル次載せなきゃって思ってたの、今日ここに来る前に。なるほど、やっぱりこれ回答間違えるの待って、ヒント引き出した方がいいかもしれない。待って、でもお店は多分、はい、あの当たるんです、お店は。なるほど、だけど、はい、食べたベーグルが、はい、どれだっけ。だから朝食思い出せみたいなもんですもんね。最後のベーグルなんだっけ。3ヶ月前の朝食思い出せみたいなのと一緒ですもんね。ちなみにそのお店はよく行かれるお店なんですか。いや、そのお店は、岡山県じゃないですか。あ、分かんないよね、言ってもね、岡山県から取り寄せたやつだと思うんですよ。じゃあお店の名前だけ先、そうですね、お店の済ましてます。どっちでも。お店の名前はベーグルの種類言っちゃうのも OK です。待って、ベーグルの種類なんだろう。お店の名前は多分パン屋のパン屋ジョコンダさんじゃないですか。おー、正解。こっからですね、食べたベーグルいきましょう。ジョコンダさんの、はい、ジョコンダさんの、ジョコンダさんの、ジョコンダさんのジョコンダさんのジョコンダさんの、ね、ベーグル本当に美味しいの。だからすっごく美味しいから、はい、あんまり減らさないように食べてたの。あ、大事にね、大事にすごく食べてたんですよね、はいはいはい、何種類か買ったんですか。ね、8種類。あ、じゃあそんな種類のお取り寄せ。今日も収録前にジョコンダさんの食べてきてるんですよ、私。だからね、待って、でも、はい、食べたやつはもう決まってるでしょ、はい、食べたやつは決まってるんですよ、はい、食べたやつ決まってて、はい、その中からどれなんだろう。あー、ね、分かった。私多分蜂蜜かけて食べてるよね、それ。蜂蜜かけてるよね。小川さん、行きましょう。どこの何、ジョコンダさんの蜂蜜かけたのやつは蜂蜜かけたあのベーグルは蜂蜜かけた、何に食べた、蜂蜜かけたやつはシンプルめだったんですよ、はい、シンプルなやつなんですよ。蜂蜜かけたのは、はい、あるんとシンプルなやつだ。情報がミリ単位でしか出てこない。情報がミリ単位でしか出てこない。あれかな、はい、あれかな、クリームチーズかな。正解。大丈夫、針が、すいません、針が、うちの針が、すいません。大丈夫ですか。炭鉱大丈夫、大丈夫、大正解。ジョコンダさんのクリームチーズベーグルでした。ありがとうございます。お出しました。素晴らしい。今のね、忘れちゃうとこだよ、今ので。全部ね、忘れちゃうよ。ほとんど忘れてます。やったー。いや、小川さんのインスタもちろん今日来る前見てたんですけど、ベーグル、わざわざそのベーグル何味だろうとか思ってたんですよね。よかった、素晴らしい記憶力。蜂蜜で思い出してよかった。蜂蜜かけてたんですね。食べましたって書いてありました。そうでしょ、嬉しいですね。ということで、はい、ここまでお送りしてきましたが、最終的に、私勝ったよ。お、5対6で小川さんの勝利。勝てると思ってなかった。おめでとうございます。
よ、ガールさんとハロプロのライブ行くか。イエーイ、仕方ないから仕方ないから負けちゃう、負けちゃう、仕方ないから、いい、連れてってもらっていい、仕方ない、もう仕方ないですね、でも行くしかないですね。今最近はさ、あれどういう感じでやってるんですか、みんな。あ、なんか今はお茶ノーマ以外の5チームは今春ツアーが始まってます。へー、はい、もちろんその自分が在籍してたモーニング娘。に関しては今は興味あるんですけど、さっきさ、アンジュルム、アンジュルムちょっと見てみたいなっていうのすごい興味、今やってるんですか、アンジュルムは。やってます、同時にやってますね、タイミングあとはこの季節はひなフェスという全グループ集まるライブがあるんで、それがめっちゃちょうどいいかもですね。そっか、はい、タイミングが合うかな、はい、行きたい。4月1日と2日、はい、幕張メッセにて行われます。併設されたところで里山里見ムーブメントカーボンニュートラルを考えるというイベントもございますので、ぜひお越しください。所属してるんですか、ハロプロの、ハロプロのヒナフェス出ないですユニットに所属の方ですか。ヒナフェス出ないですけど、素晴らしい、はい、なるほど、皆さんもぜひね足を運んであげてください。うわ、めっちゃ楽しかった。いや、めっちゃ楽しかったです。ったこれめっちゃ盛り上がるね、うん、これマジでボードゲーム化した方がいいですよ、ね、ボードゲーム半人を売って歩きたいですね。ハロータの方、これみんなでなんか集まったらこれ自分たちでやった方がいいですよ。問題作って、すごい楽しい、はい、お二人のチャンネルも合わせて、あ、ぜひね、はい、よろしくお願いします。ハロプロここがすごいチャンネルと言います、よろしくお願いします。めっちゃ楽しかったです、楽しかったです、ありがとうございました。ありがとうございました、勉強になった。